れI'm sorry.
月28日にニューシングルとして発売されました。今日も、移動して夢広場の方で発売販売していますので、皆さんこちらの方よろしくお願いします。はい、ということで、あっという間ですね、時間は。はい、ということで、私たちは仙台でグランドホームスタジオジャシアで、私たちの単独ライブを行っています。その時に私たち、その時に一番最後に歌う曲があるんですけど、その曲またいつか、そちらの方は仙台をテーマにして、その仙台に関しての詩がたくさん